やばい。それまだ大きなあるからな。水かぶる余裕だ。トリュフが引っ張るね。かぶるぐらいってこれぐらいでいいかな。かぶったな。うん。これでいい。で、これを最初、沸騰間際まで。3? 沸騰間際まで。こんな板状にうまいと。空気が入ってるから。板状やったらちょっと冷めるで、うん、冷めるな。なんで板状や。冷めるの。でもこれ触ってちょっとさっきより冷めとんの。それは別に板状やなくても冷めるんじゃん。空気触れる率が多いから、冷めようにしたら。空気触れてないで、降らした方がいいんじゃない。そうやな。もうやっぱ、あと棚が、しばき方が棚が。で、ちょっと酸味水と塩粉、塩こちょっとずつ入れる。いっぺんに入れる。10年前の記憶。10年前の記憶。いっぺんに入れたら。ちょっと、ちょっと、ちょっと。塩麹入れてからこれがいい。塩麹と、すでにないし。こんなのたくさん見そうだもんね。
バチコン。なんか味噌っぽいな。そこが。うん、まだ色がなあれ。うん。これが茶色くなってた。平らにして。はい。これも帽子みたいな感じ。それ音やな。え、音ちゃん、ほら。え、こっち。ほら。こう入っとったからこうかな。まあね、こっち。ほら、蓋できへんやん。紐。新聞紙、そこにね、新聞紙かけて紐。基本別に関係あんのかな。しまった。しまった。しまった。開けたらホールドが出てる。ホールドが。ホールドが重い。で、新聞紙。新聞紙って何だろうな。はい、これ。え？わかった。わかった。もう一回。この辺ちょっとどうにかしやな。さあ、いつ開けましょう。一応なんか4ヶ月とか書いてるけど。そう、開けたらあかんねん。4ヶ月経つの。日にち書いといて。おお、うまい。日にち書いとかんねん。2021年の、はい、見ました。ありがとうございました。
どうもでした。さようなら。